関西医科大学中村と申します、えー、本日ストップバッターを務めさせていただきますあのこのような場を機会いただきました石川先生福田先生エナみ関係の皆様に感謝申し上げます、えー、っとまあ今回はですね、まあ、がん二人に一人になるがんということですけれども今放射線治療はですねもう全てのがんが放射線治療の対象でありましてだいたいがん患者さんのですねもう三分の一から半分の方は どっかのタイミングで放射線治療を受けるということも分かっておりますですので決してですねこれも放射線治療はあまり馴染み普段ないとは思うんですがもしかしたらいつかは受けるかもしれないというところで今日聞いていただければなというふうに思いますでは始めていきたいと思いますえ、今回 COI はございませんまずまあがん治療3本柱ですけれどもまあ、我々放射線治療あと手術あと薬物治療ですねこの後、えー 小川先生、萩原先生が順番に話しされますが、まあ、いわゆる三本柱というふうに言われております。まあ、この背景の桜はですね。ちょっとなんかなということで。 見られた方もおるかもしれませんが、まあ、今日ラグビーのワールドカップもありますよね。日本代表、この後でアイルランドとも戦いますが、まあ、ちょっと三本柱でちょうど花が3つあったので、ちょっと使わせていただいたんですけれども、まあ、この三本柱がですね。まさにがんに対してスクラムを組んで治療を行っていくというのがま、今の現状のがん治療ということであります。で、この三本柱なんですけれども。まあ。 手術はです、ね、皆さん、イメージしやすいと思うんですが、まあ、取り除くというところで物理的にまあ取り除いてがんをやっつけるとで薬物はまあこれ生物学的にやっつけるこれもイメージしやすいと思うんですが放射線治療はです、ね、この物理学的にやっつける生物学的にやっつけるこの両者をです、ね、ミックスしたようなところがありまして、まあ、こういうあたりを今日、順番にお話しできればなというふうに考えております。 もう一つですね、まあ、やはりがんをやっつけるより根治的にやっつける場合です、ね、手術で取り除くのがまあ一番確実ということなんですが、まあ、どうしても手術の場合は侵襲性が高い、まあ、この後ロボット手術でその辺り侵襲性がだいぶなくなってくるよというお話になると思うんですけども、まあ、この辺りに対して放射線治療は侵襲、ね、的ではあまりなく物理的に。 根治的にしっかりがんを治しうるとそういう立場で我々やっておりますので、まあ、この辺りのところを踏まえながら順番にお話をさせていただきます少し特徴的な写真を最初に説明させていただきたいと思いますがこれはですね腸頸骨動がんといいまして 顔を横から見た MRI の写真なんですけれども、まあ、後ろの右側が脳ですねで真ん中が脳幹これ一番脳の大事なところですけどもこの脳幹のすぐ前にできたがん、まあ、これ腸頸骨道っていう場所なんですけどもそこにできたがんなんですが、まあ、これが発線治療してきれいに治ってますという写真なんですねでここでですねちょっと見ていただきたいのがこのがんができて腸頸骨道っていうのが 治って右側の形が腸頸骨道なんですけどもがんができてですねこの腸頸骨道は一旦消えてなくなっちゃってるんですけれども放射線治療っていうのはがんが治ると同時にもう1回この腸頸骨道が新たに同じ形でできてくる。 これが発生治療の大きな特徴でありますこういうふうに形態、ね、もきれいに残る、機能ももちろん残る、これがですね手術との大きな違いでありまして、まれ、あ、わできるだけこういうふうにがん、ね、を治す、かつ形態、機能をうまく残してある、こういうふうなところで日々診療を行っております。 まもう一つこちら食道がんですけれどもこちらも同じですね食道がもし手術するとなりましたら食道を全部取り除いて胃を持ち上げてまかなり大掛かりな手術が必要になるんですけれども 放射線治療できれいに治ればですねもちろん食道はそのまま胃は当然触らないということで全く元の生活普段通りの生活ができるというところでありまして、まあ、このようなところが放射線治療の大きな特徴であるというところをまず押さえていただければなというふうに思いますで、まあ放射線治療順番にこの後お話していきますが これは一般にステンというとどうしても被爆のイメージがあると思うんですが、被爆っというのはです、ねまあ、どこにステンがあるか分からない状態でも全身によく分からず当たっちゃう、これが被爆なんですけれども、今の放射線治療というのは医療用に完璧に制御されたミリ単位で完璧に制御された放射線をがんのところにしっかり当てる、こういうのが技術的に可能な治療であります。でこのの後もお話しますがが今は全身全てのがんが 放出線治療の対象でありまして完全にがんを治していくという目的でももちろん使われますしある程度進行したがんに対して痛みを取っていく通りが悪くなっているのを治す出血を止める、まあ、こういうふうな目的の対照的な治療両方に使われるのが放射線治療でありますで、まあ、どんな作用でっていうところでいきますとこれは遺伝子を切断することで 生物学的にがんを殺していくっていうところも大きな特徴であるとこれがまあ手術との違いであるというところになります。で基本的にはですね 1>, 1回2ぐらいっていう量が基本の量なんですけれどもこれを1日1回25回から35回、まあ、大体1ヶ月から2ヶ月ぐらいかけてゆっくり治していくというのが基本でございますで治療自体はベッドの上で横になって10分から20分ぐらいじっとしといていただいたらそれで OK 痛くも痒くもないというのが放射線治療の特徴ですというところのまず基本的なところをちょっと押さえていただきたいなと。全く痛みも,痒くもない く横になって10分20分寝てるだけこれで癌が治るっていうのが放射線治療ですということであります少しまず歴史のところから始めていきたいと思いますまず放射線ですけどもこれはもうレントゲン博士がですね1895年 X 線を見つけたこっから我々放射線医学っていうのが始まっております このレントゲン博士の X 線発見によりまして、まあ、ちょうど始まったノーベル賞第1回のノーベル賞の物理学賞を受賞されておりますとでこの放射線はですねすぐいろんな生物学的な特性が研究されまして翌年から皮膚がんに対する放射線治療というのがすでに始まっておりますですのでこのがんに対する放射線治療というのはもう100年以上の歴史がございますその間にいろんな発展をこれまで遂げてきたというところであります でまあ、この特に100年間です、ね、いろいろ放射線治療進歩してきたんですけれども特に最近の放射線治療で大事なところはさらにそこに対してコンピューターの進歩が加わってきたというところが大きな変更点,変化点でございます、まあ、私神戸大学卒業したのが1996年なんですけれどもまあ20年ほど前ですかね今から見たら。 当時はです、ね、これ、頭頸部がんの放射線治療の写真なんですが、まだまだコンピューターなんか全然使えなくて、ですね頭計部がん、これ、顔を横から見たレントゲンの写真なんですけども、このレントゲンの骨の形から、だいたいこの骨でいったら、この辺にがんがあるから、この感じで当てようかなという、ちょっと今から見ると、ざっくりした放射線治療が、ほんの20年前までは行われてきたということでありますが。 今はですね右の写真のように CT の画像を使いまして、えー、もうこれ当てるとこと当てないところをミリ単位で完璧に当て分けることができるということを我々、日々行っております。 まあ、いわばちょっとアニメで表現しますとです、ね、ちょっとまあバカボンのパパのこれ警察官なんですけど、なんかちょっと泥に当たってるのかみたいなところが、ですね20年前の放射線治療やったんですが、もう今、完全にゴルゴ13の時代ですね、もうビシッと当て分けるというのが、もう日々、我々臨床で行っている放射線治療と、ここのところはもうコンピューターの進歩が非常に大きかったということであります。 まあこういうふう,うなところを踏まえましてです、ね、私が卒業した20年前はがんの放射線治療といえば右あ左下ですね頭頸部がん子宮頸がん悪性リンパ腫これはもう昔から放射線がよく聞きましたので、まあ、この3つを中心に放射線治療を行ってきたんですが今はです、ね、真ん中に書いている、まあ、いわゆる一般的な固形がんもすべてが放射線治療の対象になってきておりますし 最後にお話しする粒子線治療という新しい放射線治療を使いますと今まで放射線では効かないと考えれていたがんも十分効くといわゆる放射性抵抗性がん骨軟部腫惑星黒色腫などなどにも十分治るということが分かってきましたので今やすべてのがんが放射線治療の対象ですというところであります。 ではちょっと放射線ってじゃあ一体何なのかというところを少し簡単にお話ししたいと思いますが、まあ、一般的に使われる放射線というのは X 線ですよね X 線というのは波なんですね、電磁波非常に短い波長を持った電磁波これが X 線で、まあ、通常放射線治療といったこの X 線のことをイメージしていただいたらいいんですが、まあ、放射性同位元素から出てくるガンマ線もまあ同じような電磁波であります。 まあ、いわゆる光のようなものこれが一般的な保線なんですけども実は粒を高速で加速したものも電磁波と同じような性質を持つことが知られておりまして、まあ、こういう粒子の性質を持った放射線というのもございます、まあ、粒子の一番小さいものが電子ですね、まあ、あと中性子だとかヘリウム炭素、まあ、こういうのが、えー 粒の性質の放射線ですけれども、こういうものも今はうまく使っていきながらがん治療に使われているというところであります。まあ、これ簡単にまとめますと、放射線いろんな種類が今ござあります。一般的なですね放射線というのは外から当てる。 放射線、まあ、これを外傷者というふうに言いますが、えー、中から当てる放射線治療というのもありますこれは内照者ですね中からも外からも当てるとで電光も粒子も全部使っていますこういうのをうまく使い分けてすべてのがんを治療しているということで今日はですねちょっと時間もありませんので外傷者の電磁波 粒子線、内照射の粒を使うもの、この順番でお話をさせていただきたいと思います。もう一つ、じゃあなんで放線が癌に効くのかというところ、もう簡単に一言だけで言いますと、これはもう DNA を切断するからですということで、まこれが一番本質的な作用点になります。 で、えー、DNA が切断されますと細胞というのは増殖分裂できませんがんというのは増殖分裂するのが一番問題でありますのでそこのところを止めちゃうとがんはもうこれ以上大きくならないということで、まあ、こういうふうに DNA を切断するというところががんにとっては致命的であるということになります。 でホステンはです、ね、この DNA 切断する中でも2つありまして直接的に切っていくものと細胞の周りには水がたくさんありますのでまず水に作用してそこからラジカルというのができてそれが間接的に切る、間接作用があります。まあ、当然、間接作用の方が効率が悪いんですけれども実は通常の X 線とかガンマ線というのは間質作用の方が3倍ぐらい多いんですね直接作用より。 でち番最後にお話しする重粒子線治療というのはこの直接作用が多いつまり効率的に DNA を切っていくので効率的にがんを殺していくと、まあ、これが重粒子線治療の大きな効果のポイントというふうに考えられています。ということでま射、あ、線がんにもちろん効くんですけれども体の中にはです、ね、同じように分裂増殖する細胞というのはいくつかありまして代表的なのが骨髄細胞。 粘膜細胞皮膚毛根これはもう常に増殖し続けてますので、まあ、こういう細胞にもある程度骨折を当てるとダメージは出ますつまり骨髄に当てると血液の成分が減っていく粘膜炎皮膚炎脱毛、まあ、こういうのは同じように骨折のダメージを受けやすいということで、まあ、この辺りは抗がん剤も一緒なんですけどもつまりま DNA に作用することで がんというのは影響を受けるし副作用が出るというところをまあ簡単にちょっと知っておいていただければというふうに思います。ちょっと長いイントロダクションでしたがここからですね具体的な放射線の進化についてお話をしていきます。まず外傷者ですね外から当てるタイプ中でも X 線波を使う外傷者について順番に説明をしていきます。 でこれがまあ通常の医療用の X 線を発生する機械でありまして、まあ、ベッドに向かって X 線が出てくるというものなんですけどもこれ中のメカニズムはです、ね、電子を加速して金属にぶつけるとそこから X 線が出てくるというメカニズムです。これはレントゲン博士が見つけたやり方も全く一緒で電子を加速して金属にぶつけるとそこから X 線が出てくるという性質を使っております。 で出てくる X 線はです、ね、まず円錐状に広がってきますのでそれを鉛をまず4つ置いておいて長方形,に長方形の X 線に置き換えて最後です、ね、3ミ、mm、リから5ミ、mm、リの鉛のスリットを出口のところに置いてあります、これ右下の写真ですね、でこの鉛のスリットを置いてあることで例えばハート型の放射線を作るみたいなことが自由自在にできるとこれが今の医療用の X 線の発生装置ということになります。 ではこの X 線を使いまして前立腺がんに対しての放射線治療というのをまず順番に説明していきたいと思います。 でこの X 線というのはです、ね、体を透過するというところがまちばのポイントであります透過するのでまあがんに届くということなんですが、X、線はですは、ね、基本的に投下するんだけど体の中に入ったらそこからどんどん弱くなっていきますこれまず1つの方向から前立腺に対して補正を当てたらどうなるかというのを模式図で示しておりますが前立腺というのは基本的に常に体の真ん中にありますでそのすぐ後ろに直腸があります でこの直腸っていうのが出血しやすい放射線を当たりますとですねなのでいかに直腸をうまく外して前立腺に放射線をたくさん当てるかっていうのが大きなポイントということになりますまずこの前立腺に対して前から1つの方向で放射線を当てるとどうなるか。 これ仮に前線のところに100の力の発線を当てようとしますと体の表面は150ぐらい当たっちゃいます150、150みたいな感じでどんどん弱くなっていくんですねでこのやり方やと体の表面に150当たっちゃうのでこれ効率がよろしくない普通だから1つの方向で当てることはしませんだけどまあ体表面に近ければこのやり方もまあまあ許されますのでこういう1つの方向で当てるときは体表面に近い仕様に対して行われます 全く同じように今度前と後ろから当ててやるとどうなるかこれ通り道がですね全部均一で当たりますこれも発線のまあ一般的な原理ですね同じような通り道で全部100当たるこれあと前立線も100当たるけど直腸も100当たっちゃうあまりよろしくないともうちょっと増やして今度4つの方向から当てるこうなりますと前立線のところが100当たって直腸のところの後ろだけは50に減らすことができます 今まで、えー、20年前はです、ね、大体こんなやり方で当ててたんですけどもこのやり方やとやっぱりまだ直腸の前に当たる量が多いのでなかなか前立腺にたくさん当てることができなかったつまりあまり前立腺がんの発線治療の成績が良くなかったということでありますもうちょっと数増やして今度5問勝者どんどんですね真ん中の100のところが前立腺の黄色の丸に近づいているというのがお分かりいただけると思います。こういういうに 放射線というのはいろんな方向から集中的に当てることでまるでスポットライトのようにですね体の中に放射線がたくさん当たるところを作ってやることができるということでありますこのやり方をどんどん進めていって最初にうまくいったのがガンマーナイフという治療でありますこれは脳の使用に対して1970年代スウェーデンで開始されたんですけども集中的に200箇所以上の方向で ガンマ線を脳腫瘍に当ててこれで脳腫瘍がきれいに治るということが分かります、まあ、スポットライトを作るわけですねでこのやり方で今は肺がん肝臓がんあとでお話しする前立腺がんもこういうふうなやり方でうまく治るということが分かってきております まあこれ一つ、肺がんに対する定位放射線治療というやり方なんですけどもこの時に使う放射線の量はですね1回12グレいとか14グレい非常に強い放射線を使いましてたった4回だけで治療が完結する1日20分4回寝ているだけこれで肺がんが完全に治るとまあ特に早期の肺がんですねこれが定位放射線治療の威力ということであります。 まあこの人、ですねこの心臓のすぐ後ろに肺がんができておりましてちょっと場所が悪いのでもし手術するとなったら右肺を全部取らないといけないそういうふうな手術が必要だったんですけども20分4回寝てるだけこれだけでしっかりがんが治るということで今こういうふうな放射線治療というのはどんどん広がってきております手術でできなないいようう方高齢者でも十分分可能だということこが分かっております。 でこれをさらに進めていきましたのが IMRT 強度変調治療というやり方なんですけどもこれはですね今度最後出口のところに鉛を置いているのを鉛を自動的に動かしてやることで強弱をつけた放射線を作ってあります。ここの強弱ををつけた線をいろんな方向から当てることで、 当当当てててたたいいいととととここころろくなをききれいに当て分けることができますちょっとこれ言われても何のこっちゃということがあると思いますの、ね、でちょっとじゃあこの強弱をつけた放線でどんなことができるのかを顔写真を出してちょっと説明したいと思いますがこれどなたか分かりますかね皆さんはいちょっと山中先生ありがとうございます。 これですねもうノーベル賞のホームページに載っていた山中先生の写真から作った X 線の投映像です。やっていることはですねちょっとこのあとビデオで少し簡単にお示ししますが放射線はずっと出っ放しなんですね。この出っ放しの放射線を鉛のスリットを右側から動かしてやっていましてこのスリットの調整で放射線の強弱をつけてやると。でこのの放射線の強弱だけで 山中先生でも何でもいいんですけどもどんな形でもどういうことでもまあ強弱をつけたことができるこれを3次元的に行うことができるつまり体の中で山中先生の立体像も作ることができるということなんですね今こういうことでがんのところにしっかりと放射線を当てるということが十分可能になっていますここういういうなととをやりますと 前立腺のところにしっかり当ててすぐ後ろの腸の腸管のところを減らしてやるということが自由自在にできまして、まあ、右の方の写真がですね全く強度変調しなかった場合ですねどうしても外に広がっちゃうんですがこの強度変調することで直腸のことそこだけへこました形の放射線を当てることができるということが可能になっております。 このやり方を使いますと今までは1回2ぐらいで、まあ、大体37回っていうやり方でこれまで長らく前立腺がんの射線治療を i m t でやってたんですけれども。 1>, 1回3グレいに増やしたりですとかですね1回7グレい近くに増やすということも今は十分技術的に可能だということが分かってきました今ではですね前立腺がんの放射線治療は手術と基本的に成績は一緒ですけれどもやり方もいろんなやり方ができるようになってきたとかつての8週間だけじゃなくて4週間コースまあ重立腺を使った3週間コース1週間コースいろんなやり方の 放出線治療が可能ですと手術と成績は全く一緒です寝てるだけというのが放出線治療ということになりますちょっと時間がありますので続きまして粒子線治療の話に移っていきたいと思います今までは通常の X 線治療の話ですね次は粒を使った放出線治療のお話ですこの粒はですね現在陽子線陽子そのものを使う粒と 炭素の原子核を使うものが世界中で使われるとでこの大きな特徴はです、ね、X 線とかガンマ線というのは体の中に入るとそこからどんどん弱くなっていくさっきの150、150そういう形で弱くなるんですが粒子線はです、ね、体の中に入った瞬間はあまり強さは出さずにある一定の深さで一気にピークを持ってきてそこから一気にゼロになるこの青,青と赤で書いた図ですね一気に100になって一気にゼロになる。 こういうふうな非常なピークを持つという放射線が粒子線治療の大きな特徴ということなんですね。これ右のの写真が脳腫瘍の治療図ですけども 通常のエ線治療なりで発線治療をするとどうしてもいろんな方向から当てざるを得ませんので真ん中のところは高いんですけどどうしても周りが低いのが広がっちゃうというのがこれまでのエ線治療の少しデメリットと考えてきましたがこの粒を使った治療でいくともうこれたった2方向だけ当てて腫瘍のところでぴったり止まるそういう,ふうな当て方が十分できるということであります。 まあこのやり方も今いろんなところで使われておりましてまだこれ保険治療にはなっておりませんが例えば大きな肝臓がんもこれも2つの方向から当ててがんのところでピタッと止まるでそこから以降はいかないこれで肝臓の臓器をきれいに温存してがんだけを治すということでありますこの性質を使いますと例えば肺がんですけれども えー、肺がんがあるんだけど肺の状態が非常に悪い方がおるんですね、間質性肺炎などを持っていると、こういう方はです、ね、手術もしづらい、抗がん剤もしづらい、従来の放射線治療も広がるので、ちょっとしづらいんですが、粒子線であると、そこでピタッと止まりますので、周りの影響がほとんど少ない。 こういうふうな粒子線治療の使い方も肺がんで行われているこれもまだちょっと残念ながら保険医療はなっていませんが今保険診療を目指して先進医療の枠組みで行われております。 でもう一つ重立線治療の大きなポイントはちょっと先ほど言いましたようにこれまで放射線では治らないと考えられたものが十分治るということが分かってきました代表的なのが骨肉腫骨軟部腫瘍なんですけどもこれまでですね抗がん剤も効きにくい放出点手術もしにくいというふうな仙骨の骨肉腫も十分重立線治療では治るということが分かってきておりますので、まあ、こういうふうなところが、まあ、これから期待されるだけどちょっとこの重立線はですね 設備が大掛かりであるということがありましてちょっとまだ建築費が数百億円かかりますというのがちょっとした問題点であるということですけれども、まあ、やはりこの良さがだいぶ分かってきまして重粒子ももう一つの陽子線も今日本でどんどん作られております洋室線治療はですね京都で行くと京都府立医大に入っておりますし大阪では大阪国産がんセンターの隣に11センチ炉ができております。 少し話を進めていいきたいと思います続いて体の中から当てるタイプの放射線治療に移っていきたいと思います。これもちょっとたくさんあるんですけども今日はですねアルファ線治療っていうのに絞ってお話をしていきたいと思います。 中から出てくる放射線というのは、えー、放射性同位元素というものから出てくる放射線なんですけどもこれはアルファベータガンマアルファ線ベータ線ガンマ線大きく3つが代表的な放射線ですこの中でもアルファ線というのはヘリウムの原子核つまり陽子2つ中性子2つからできているものがアルファ線なんですけども非常にです、ね、生物に対する影響が強い。 で一般的なセ線と違って透過力は非常に弱いつまり紙1枚で止まっちゃうんだけどもその手前で非常に効果が大き,い大きな効果を発揮すると、えー、どんだけ広がるかというとたかがマイクロメートルだから細胞数個分だけしか,動か届かないんだけども届いた範囲で非常に大きな効果を発揮するというのがアルファ線ということであります。 どんだけ効果が高いのかというので1つ例を出しますがこのアルファ線を使った毒殺事件まで起こってますということなんですねこれ2006年イギリスで実際に起こった毒殺事件なんですけどもこれはポロニウム210という補正同位元素を使いましてこれをまあ知らないうちに飲ましたとで最初は消化管がやられてそのうち骨髄がやられて全身に広がって毛も抜けてまあ結局3週間で亡くなったんですがこれはですね ちょっとしか飛ばないので体の外からは全く検知されないしかも犯人がこ何かの箱に入れていっても放射線外に出てきませんので飛行場も簡単に通り抜けるということでまあ毒殺するには非常にまあ優秀な物質であるということなんですけどもまあこれで人も死んじゃうぐらい効果がありますということなんですねこれを使って今現在いろんながんの治療を行っています現実的に今行われてますのが 前立腺がんの骨転移に対するアルファ線治療これはラジウム223というものを使ってますがこのラジウムはですねカルシウムと同じような挙動をしますので骨ができているところに取り込まれて骨の中からアルファ線治療をしていくとこれで成績が良くなってますということなんですが。 り特徴的なのはですねこれ PSMA っていうものがこれ前立腺がんに特異的にくっつくということが分かっておりましてこの PSMA にアクチニウム225っていうものをつけますと全身に広がった前立腺がんにどん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 アルファ腺が入っていって 全身のがんがもうきれいになくなっていくというのが臨床的に証明されています。これは2人の患者さんの写真ですけれども一番左が、ね、全身黒いところは全部がんなんですけれどもこのがんが全部きれいになくなって PSM を2000を超えてたのがもう0.1。 右下の人もですね PSA が200何歩買ったのも全部なく非常に強い効果を発揮するというのがアルファ線でこれが次に期待されている中から当てるタイプの放射線治療ということであります。今現在日本でもいろんながんを対象にこの研究が行われております。最後少しだけ免疫とかましたお話をさせていただきたいと思います。 まあ今免疫チェックポイント阻害剤、この後あのまたお話あると思いますが、放射線治療と併用ということも今現在行っているんですけども、特徴的にはです、ねちょ、これちょっと覚えて帰っていただきたいのが、アブスコパル効果というのがありますすこれはですね全身にがんが広がっているんですけども、どこか1箇所だけに放射線を当てることで、それをきっかけに全身のがんが一気に消えてなくなる、こういう効果を。 アブスコパル効果といいううふうに言いますちょっとこれ常に起こるわけではないので、まあ、こういうふうな効果をうまく使いながら笑い放射線治療していきたいと思うんですが。 こういうところも免疫チェックポイント阻害剤をうまいこと使っていることでこのアブスコパル効果を効率的に発揮できるんじゃないかということで今研究が進んでおります。ちょっとこれ次進みますがまあこういうふうな特性を利用しまして今例えば肺がんに対しても積極的に放射線を使っていくえと転移がある場合ですね全身に広がっているような肺がんに対しても放射線をしっかり当てることで他の転移も全部治っていくと。 前立腺がんも同じように転移があっても局所に前立腺を当てるだけでまた成績が良くなるということも分かってきましたので、まあ、今後はです、ね、今まで放射線というのは局所治療ですので遠隔転移があったら基本的には使わないというふうに考えてきましたけれども今後は免疫の力をうまく利用してこういうことに対しても放射線治療がいけるんじゃないかというふうなことで研究が進んでおります最後まとめです。 えー、発ッもこの20年中心にですねどんどん進化してきましたまあかつてはもうバカボンのパパかというぐらいだったんですけども今ゴルゴ13ですし。 まあ陽線キのなんかガンダムですよね、でっかい機械を使っても重油車なんかもヤマとかというぐらいなんですけれども,も、非常に大きな装置を使うんですが、これをミリ単位で当て分けるということで、非常に大きな効果が今後期待されるということであります。こちら最後のスライドまとめですけれども もう早線治療、特に最近の20年間、どんどん進歩してきました、さらに集中的、選択的に照射する、でこれによりまして、成績が向上しますし、今後は粒子線治療、アルファ線治療などを使って発展が期待されております。え免疫機構もうまく使いながら、すべてのがんに対して、今後も発展していきたいと考えております。え以上ごごありがとうございました